こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日はアマゾンへのうざい質問は NG ということについてのね、補足説明です。まあ、全くね、質問しちゃいけないのかと、ね、勘違いしちゃってたり、あるいはね、どういうケースが質問して、どういうケースがね、質問してもいい、あるいは質問していけないというのがね、ちょっと、わかりにくいんで、補足の説明です。まず、アマゾンに質問して良いケース、悪い評価の削除。これはね、もう質問して消さないとアカウントの状態非常に悪くなる。下手するとほっといて削除になりますからね、アカウントが。ですね、もうこれは問答無用で、消せるものは消さなきゃいけないということでね、アマゾンに質問して良いケース。むしろ質問しなきゃいけないケース。で、それから、アクティブであるべき商品がインアクティブになっている場合。これね、きちんと対応しているのにアクティブにならないというのは結構あります。これアクティブにして売らないと、全然損ですしね、アクティブにするのが割と、きちんとやれば簡単にできますので、これはもう質問した方がいいと。で、普段やってるこのうざい質問、どういうことかというと、質問してはいけないケース、この2つですね。ガイドラインを読めば分かることの確認。それから、Amazon のミスに起因する少額の、損害に対するクレームと。この2つは、Amazon に質問を投げかけてると、非常にまずいことになりかねないです。で、注意点としてね、これ日本 Amazon ではやっても問題ないと。むしろね、情報発信してる人とかね、サポートしてる人なんかの情報を見てると、これ推奨してる場合すらあるんでね、日本と同じ調子でオーストラリア及びアメリカにね、対応してるとアカウントなくなります。アカウントなくなってね、アマゾンはひどいというようなね、泣き言言ってるブログとかよく見ますけど、これ、日本と、日本以外の国の、商習慣というかね、常識の違いを考えれば当たり前のことなんですけど、分かってない方が多いんで、これね、非常に質問してはいけないケースは、日本アマゾンやってる人ほど要注意ということでね、注意してください。これ質問した方がいいでしょうか？これどうしましょうか？というのはね、本当お気軽に、どのサポートでも対応してますんで、チャットワークの方でご相談、ご報告、質問してください。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。